アップデでワニさんが水の中にこう引き込む攻撃、加えてこう水の中に連れてっちゃうという攻撃が増えたので、ちょっと水辺警戒した方がいいかもしれないですね。まだ一回もその攻撃は受けたことないんですけど、どうなんだろう、簡単に逃げられるのか。でもある程度こう水の中、沖の方まで連れていかれちゃうと多分溺れちゃうと思うんで、やっぱり捕まらないことが大切ですよね。なのでこの貝殻集めるクエストとかは結構リスキーになってくるかもしれないですね、今後は。とうとうサブアダルトに到達しましたね。いやめでたいめでたい。あ、よかった。今日の目標の一つはこれで達成できましたね。そしたらなんか新しいスキル解放されてるのか、ちょっとこのお仕事終わったら見てみましょうか。ローンサバイバー、グループに属していないと防御力が 10% 増加し運動性が増加する。いいんじゃないですかこれ。一人プレイな焼き鳥にぴったりですね。でこっちは鮮血、出血してる恐竜から 50m 以内にいる場合攻撃力が 10% 増加。攻撃力が増すか防御力が増すかって感じか、迷いますね。あとは方向、これはないんだ。じゃあさっきのところどっちにするかですね。まあ一旦でも防御力かな。これアンロックして、ちょっと次ホームケーブル、たどり着いたらセットしますか。いや、とうとう生態になる日も見えてきましたね。あと半分ぐらいで生態になれるので、いや頑張っていきたい。今回で生態になれるかな。あー、いいですね。バスクリーン、バスクリーンのお湯ですね。ちょっと使っときますか。あ、やべ、体力ない、沈んじゃう、危ない。全然バスクリーンのお湯じゃなかった。バスクリーンのお湯だったらむしろ体力回復するはずですからね。寝とこ。それでスキン模様もですね、ちょっとこだわって作ってみました。そろそろ生態になるのでだいぶ模様もこうはっきりしてきたんですけど、どうですかね。だいぶかっこいいっすよね。いやたまんないなこれ。渋い、渋かっこいいですね。あー、いい。よし、これが生体になればよりこう模様がはっきりとしてくるんで、もっとかっこよくなるかなと思いますね。なのでちょっと移動してみますか。あ、勘違いか、なんか足音がする気がしたんですけど気のせいでしたね。バスクリーンのお湯に浸かりながら行ってみましょう。絶対今足音聞こえたな。ちょっとこの真ん中歩ってるの危ないんで、こっちの横の方通りますか。確実にいますね。多分動画見てる人は聞こえないぐらいギリギリの音量ですけど、足音がするな。この海の方から聞こえるのかな。ここが一応本島の中の最南端なんで、この間最北端には行ってきたんで、これで南と北を制覇って感じですかね。
あー、ここ降りらんないか。あ、いるな。あそこにいるんだ。え、まずいですね。クエストやってんのかな。ちょっと違うとこ行きますか。危ないな。多分何回も言ってると思うんですけど、このクエストキャンセルをしたいんですよね。まあ、この貝殻を集めるクエストがとか出てるんですけど、これをキャンセルして別のクエストに変えたい。現状ではできないんですよね。あの地域を移動して一旦クエストをキャンセルっていうか失敗しないとクエストの内容を変えらんないって。これが自由にこう自分でキャンセルできるようになるとだいぶ楽ちんっていうかはかどるんですけどね、クエストこなしていくのも。はい、というわけでここが本島の最南端ですかね。いや、最南端まで来てみたけどやっぱりお母さんはいないですね。ちょっとじゃあクエストやりながらまた場所移動していきますか。お腹も空いちゃいましたしね。ステゴサウルスの旅ももう少しで終わりだと思うんですけど、無事お母さんに出会えますかね。今タイタンズパスっていうところに来たんですけど、何気に初めてかもしれないですね。で今赤クエストでロケーションへ移動クエストが出てんな。まずこれをやるか。デスバレー、なかなか不吉な地名ですね。死の谷、どんな恐ろしいことが待ち受けてるんですかね。あー、ラットを3と狩る、ちょっと難しいな。この恐竜で狩りは難しいんじゃないですか。試しにやってみますか。尻尾攻撃当たるかな。ネズミさんちっちゃいですもんね。いや難しいな。この岩に挟まってる気がする。OK、 今はちょっとたまたまラッキーでハマってたんですけど、当てられる自信がないな。あのネズミがちゃんと走ってたら当てられる自信がないですね。まあ、あと2とやってみますか。これもここにはまってんな。 OKOK、 なんかラッキーですね。
あと1匹ぐらいやれそうな気がしてきた。やろう。あ、間違った。お、いけた。めちゃめちゃラッキーだな。よし、じゃあタイガーナッツを集める。これはお得意ですね。あー、これ噛みつき攻撃、これどうするんでしたっけ。スペースで連打でいいのか。逃げよう逃げよう。やっぱあのティラノのくっつけない皮膚、あれ羨ましいですね。いや、追ってきてんな。よし、やった。やりましたね。死体拾ってご。いやー、ステゴサウルスを甘く見た罰ですよ。あぶね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 。ここから落ちてたら確実に死んでましたよね。うわー、あぶなー。ちょっと慎重に行きますか。いや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 、ダメ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 。はいはいはい、危ない危ない危ない。あー、助かった。ちょっとだけここをこう登ってきたかったんですよ。ちょっとだけ道を間違えましたね。おぶねー。 OK、 これで生体になれるでしょう。はい、というわけでですね、無事に生体になれました。いかがですかね、この体模様、素晴らしいですよね。かっこいい。いやー、とうとう大人になっちゃいましたね。いやー、どこから見てもかっこいいな。いいっすね。はい、というわけで、じゃあせっかくなんでちょっと繁華街に移動してみますか。いや、どうしようかな。インパクトクレーター行こうかどうかちょっと迷ってたんですけど、そもそも喉が渇いてきちゃったんで、一旦ちょっとクレーターで水飲むか。ちょっとどんな感じだろうな。あー、草食恐竜いますね。平和かな。イグアナドン今いましたよね。ちょっと試しに行ってみますか。せっかく生体になったのにすぐやられちゃう可能性はあるんですけど、ちょっともう喉カラッカラなんで、水だけちょっと飲ませてください。平和、平和主義者です。焼き鳥はイグアナドンさん守ってください。焼き鳥を
あら、ちょっとしか飲めなかった。ダメか。水が飲めないんだったらこんな危険なとこに長居する理由はないですね。ちょっと離れてどっか川の水飲みに行こっかな。あ、体力なくなっちゃった。いや、嫌な予感がすんな。見てますね。いや、体力補充してくればよかったな。もう走れない。やっべー、狙われてますね。挨拶しとこう。あ、見逃してくれた。ラッキーですね。こんなラッキーなこともあるんだ。でもなんかシャーシャー言ってて怖いんすけど、なんか戦闘モードな人いません？一回ちょっと体力回復してどっか行こう。危険だな。あの人たちは有効的でしたけどね。めちゃめちゃでっかい鳴き声だな。怖すぎる。ディラーノがいるのか、そこに。でもさっきのなんか肉食恐竜さんたちもこっちの方行ってたから、なんか後つけてると思われて反撃されたら怖いな。いやー、焼き鳥は有効的な恐竜です。一度も攻撃したことないんで許してください。あぶねー、間に合った。途中なんか恐竜さんの声も聞こえましたけどね。大丈夫かな。来ない。追っては来てない。ワニさんもいなそう。いや、オッケー、間に合ってよかったな。喉が満たされたのでお腹も満たしつつちょっと移動していこっかな。あららら、なんかやられてますね。あー、ティラノさんかな。ここでやられちゃったんだ。あらら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 ら、ここにも。危険ですね。あ、これもティラノさんだ。危ない。これなかなか手だれがいますね。焼き鳥なんてすぐやられちゃいそうなんで、ちょっと移動していきますか。バレてるかな。多分焼き鳥に気づいて焼き鳥を探しに来ましたよね。うまいことカモフラできてんな。あー、素晴らしい。
なるほど、ああいうとこで獲物が来るのを待ってんだな。乗っかってきましたね。攻撃はしてこないみたいなんで、このまま運んであげましょうか。どこに行きたいんだろう。とりあえず水辺にでも連れてってあげようかな。捨て子タクシーですね。仲良くお水飲んで、もう乗らなくていいの？グリーンヒルズまで来ましたね。ちょっとここで手頃な対戦相手がいるか探しつつ、いなかったらまたちょっと次のところ行ってみようかな。あー、体力切れちゃった。どっか行っちゃいました？寂しいですね。あ、違う、ここにいるんだ。めっちゃ隠れてんだ、すげえ。うん、足音とかしないからちょっとこの辺も平和そうですね。じゃあまた移動してこっかな。もう乗らなくていいの？乗せたまま泳いで大丈夫なのかな。あ、行けますね。あー、体力尽きそう、やば。よく考えたらこの恐竜さん自分で走った方が速いんじゃないのかな。ステゴサウルスより確実に足速いですよね。
このお友達を捨て子マウンテンに連れて行きますか。捨て子マウンテンこそ多分お母さんだと思うんですよね。なので最後に2人で捨て子マウンテンを見て終わりにしよっかな。たどり着けるかな、捨て子マウンテンまで。ステゴマウンテン見えてきましたね。もうちょっとだ。いやー、見えてきましたね。あー、ちょうど逆側だからうまいこといかないな。あれが母さんです。どうしよう、いいポジションないかな。捨て子山がよく見える。お友達に母さんを見せてあげたい。でも喉もカラカラでやばいな。水飲んどけばよかったな。これ餓死しちゃうかも。餓死もしちゃうし、喉もカラカラで死んじゃうかも。いや、いいポジションでサムネ撮れなかったな、残念。もっと上の方にいないとダメですね。標高の高いとこにいないと。でも今結構お水ピンチなんで、お水飲みに行こう。はい、ちょっと遠いですけど、捨て子マウンテンとお友達一緒にこれで撮れましたかね。あれが母さんです。じゃあこのまま下ってお水飲みに行こう。お腹もペコペコなんだよな。あら、いやー、こっちは喉カラカラでそれどころじゃないんだよな。
や恐竜にやられたっていうよりも喉カラカラにやられちゃいましたね。あーでも楽しかった。いやーめちゃめちゃ楽しかったですね。やばいな。ステゴサウルス戦いかがだったでしょうか。今回ですねお母さんを探す旅ということで、なるべくゴンドワ中をまんべんなく回れるように、プレイしてみたんですけど、ゴンドワの魅力いろいろ皆さんも、再発見してもらえたでしょうか。いや今ちょうど霧が出てきちゃってうっすらと影しか見えなくなっちゃったんですけど、今背中にステゴマウンテンの尻尾の部分ですねが見えてます。というわけで、本物のお母さんには会えなかったんですけど、ま、このステゴマウンテンがお母さんということでですね、今回は、これにて終了しようかなと思います。なんか雨も降ってきちゃいました。あららら、雲行き怪しくなってきちゃいましたね。あせっかくエンディング撮ってたのにすごい残念。いや最後の最後にいやちょっとお友達ができて一緒にゴンドワ中をこう旅できたのが楽しかったですね。まあ、ちょっと焼き鳥の采配ミスで喉乾いて死んじゃったんであれだけが残念ですけど、まあああいうことも野良同士で特にチャットとかボイスチャットとかもしてないんですけど意思疎通しながら遊べるっていうのもこのパスオブタイタンズの面白いところかなと思います。引き続きですねパスオブタイタンズのシリーズ収録していこうと思うので、気に入ってもらえた方はですねぜひ高評価、それからチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではまた次回のシリーズでお会いしましょう。焼き鳥でした。雨降ってきちゃった。